どうもしわす。はい、ということで今回もガレージ山郷さん来てるんですけど、近藤エンジニアリングさんの、フルチタンマフラー、競技用ですねをちょっと、取り付けしますんで、そちらのちょっとね、音とか聞いていきたいと思います。めちゃくちゃ軽いです。ぶっといな、すごいいい音しそう。すごい、普通のマフラーはここに第二触媒があるのかな、だけどこれは競技用なんで。あ、そうそう、あの一応ね車検対応ちょっと買おうかと思ってたんですけど、やっぱりねパワー出した方がいいっていうので競技用にやっぱりしました。はい、フルチタン最高に軽いです。溶接とかもめちゃくちゃ綺麗だね。すごい。HKS のフルチタンいい色してますね。90.4 か3だな。2これを持って乗ると、95.5 5.1 キロ軽い、めちゃくちゃ軽い。今90.2です。ちょっと H ケースのも測ってみます。全部持ってるか、いや消えちゃった。お、来た。104ってことはいくつだったっけ。13.7 キロってことは8キロぐらい軽量化なんですかね。 5. いくつでしたもんね。 8.7。 わお、よっしゃ。はい、今ねちょっと取り付けしてもらって、すごいチタンです。焼きなしだからね、これ熱が入ると綺麗な青に。いいね、男の一本出しですよ。
でやってるんで、まあ割と正確ではあるけど多少やっぱズレがあるのと、室内なんでちょっとやっぱり誤差があると思います。でマフラーの取り付けが終わって、で実はそのままちょっと原車セッティング、再セッティング、ちょっとリセッティングしてもらって、上の伸びがちょっとまあ伸びたのかなっていう感じと、あとトルクの出方はもうちょっとグラフ見ると、なんだろう、こう多分マイルドに結構下から立ち上がってる感じで、あの乗った感じもすごい、なんだろう、乗りやすくなりました、ドッカンっていうよりかは。はい、そんな感じで、まあもともとあの HKS のフルチタンスーパーターボもね、あの車検対応の中ではもう多分かなり高性能だと思うんで、で今回まあ一本出しのマフラーで、まあ特性としてはちょっとその HKS にプラスアルファ上が伸びるような感じになった感じかなっていう、そんな感じですね。でまあマフラーがね本当に軽量化なんで、HKS のフルチタンも軽かったんですけど、さらに多分8キロぐらいかな軽くなってっていう感じです。でこれからちょっと外撮りの加速動画と、あとちょっと室内からの音っていうのを、皆さんにちょっとお見せしたいと思います。
ラだと、なんだろう、あまり迫力が伝わんなくて、生で聞くと結構重低音、重厚感っていうのはあります。で、2000回転ぐらいが一番こうボーっていうような、ちょっと音は子守音というか場所ありますね。2000回転ぐらいが、それより上行くと、まあ結構抜けの良くなってくる音っていう感じかな。はい。で、パワー特性というか、まあ音質もそうなんですけど、なんか結構乗りやすい感じはしますね。音もちょっとさっき外から聞いたんですけど、すごいいい音、マジで。